ないですか。ウラ、作戦計画概要をご説明します。高弾作戦、第四作戦海域、戦艦武蔵、いざ出撃するぞ。武蔵剣山、この戦武蔵に任せてもらおうか。下がりませんよ。四十門の炭素魚雷は伊達じゃないからね。叩き落とせ。ファイファイ撃て。叩き落とせ。ファイファイ当ててください。お願いします。花が出そうだね。やるじゃない。お返しよ。へえ、うわ、改装された野城、舐めてもらっては困ります。炭素魚雷は伊達じゃないからね。そこで私が一番活躍したっての。またバーチャルスターですか。ありがたい。カイアガノ型の野戦、この野城がお見せします。無駄だね。改装された野城、舐めてもらっては困ります。私はヤマト型、その改良2番艦だからな。当然か。今の海戦、野城が一番活躍したのですか。例は受け取。武蔵剣山、この戦武蔵に任せてもらおうか。サラの子たち頼みます。いい、アタック。し、く、くんなよ。私はヤマト型、その改良2番艦だからな。当然か。今の海戦、しかし野城が一番活躍したので。
武蔵健三、この戦武蔵に任せてもらおうか。サラの子たち頼みます。いい？アタック！無駄だね。下がりませんよ。そこで。反抗法って何気にわびさびよね。よし、もらったぞ。ヤマトよ、見てろ。てぇ！私はヤマト型、その改良2番艦だからな。当然か。しかしこれが従来装艦の実力ってやつよ。あー、よかった、活躍できて。武蔵健三、この戦武蔵に任せてもらおうか。行きます。航空隊発艦始め。無駄だね。40門の炭素魚雷は伊達じゃないからねっと。やるしかないわね。よし、もらったぞ。ヤマトよ、見てろ。てぇ、叩き落とせ。ファイファイ、バカだ。この時のためにカタパルトは整備したのじゃ。よし、もらったぞ。ヤマトよ、見てろ。てぇ、やるしかないわね。この時のためにカタパルトは整備したのじゃ。し、くるな。うらぁ。花だって予想だね。改装されたのしろ、舐めてもらっては困ります。40門の炭素魚雷はやるじゃないからね。誤解しよう。近代兵装舐めないで。少し未遂戦突撃しますよ。各艦隊、艦隊陣形確認よろしくどうぞ。私はヤマト型、その改良2番艦だからな。当然か。しかし礼は受け取ろう。これが従来装艦の実力ってや。武蔵健三、この戦武蔵に任せてもらおうか。サラの子たち頼みます。いい？アタック！来ちゃったか。仕方ない、始めるよ。私はヤマト型、その改良2番艦だからな。当然か。今の回戦、しかし野代が一番活躍したのですか。まあ、アガノ型としては当然な。
武蔵健三、この戦武蔵に任せてもらおうか。サラの子たち頼みます。いい？アタック。し、く、来んなよ。近代兵装舐めないで。40門の炭素魚雷は伊達じゃないからね。っと、沈め、この海に、この海に。来んなよ。当ててください。お願いします。沈め、この海に、この海に。ファイファイ撃て。これでどうぞ。沈め、この海に。この海に。舐めてもらっても困ります。あなたって遅いのね。やるじゃない。お返しよ。近代兵装舐めないで。少し痛いですよ。え、私が一番活躍したっての。またバーチャルスターですか？ありがたいです。進めそうです。ありがたい。補給は大事だ。始めるよ。魚雷装填です。おう、ヤマト、お前とこうして戦隊を組むのは格別だな。これが戦艦だ。やるしかないわね。この時のためにカタパルトを整備したのよ。もういい、諦めよって。今と叩き落とす。最後叩いてください。お願いします。もういい、やらせない。もういい、飛行甲板のお尻が。これ以上はやらせないよ。資金が飛行甲板に直撃。この武蔵の手法は話にならない。手ではない。行くぞ。そうか、そうか、やるしかないわね。そうか、やらせないよ。火を消して。この時のためにカタパルトは整備したのじゃ。やらせないよ。やられちゃった。叩き落とせ。ファイ、当ててくれ。お願いします。舐めてもらっては困ります。五連装炭素魚雷が見せてあげるから。これでどうぞ。左へ敵艦に進行。40本の炭素魚雷はダメじゃないからね。せん、そこです。二水線突撃します。勝ちだと思わない。海外人確認。ここから逃げてた。諦めよって。海鋼型の野菜、こののしろをお見せします。大砲攻撃隊全機発艦。もがみ突撃だ。僕守る。
方向カンパンは盾ではないわ。第二次攻撃隊発艦。無理、諦めろ。急げ、ルーガには負けたくないわ。無理、やらせないわ。皆さんが戦っているのかしら。無理、サミバレへ集めて林って場所だって。改装されたのしろ、舐めてもらっては困ります。まあ、なんていうの、こんなこともあるのに。あなたも遅いのね。こぶらー、勝ったと思わないで。ここから勝つぞ。やるじゃない、お返しよ。へぇ、勝ったと思わないで。ここから勝つぞ。そこで、おめでとうございます。作戦成功です。ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。次の回戦もお任せくださいね。またバーチャルスターですか。ありがたいです。こういったものはいくつもらっても嬉しいですね。次の作戦。港はいいな。うむ、艦隊戻ったぞ。提督よ。嫌いではないが、凱旋の後で。